フリーアナウンサーの宇賀夏美37が1日自身のインスタグラムを更新し離婚したことを報告した17年5月に立大時代の同級生と結婚した宇賀はお世話になっている皆様応援してくださっている皆様へとし突然のご報告となりますがこのたび離婚いたしましたと離婚したことを報告した 時間をかけて何度も話し合いを重ねた結果、お互いのために別々の道を歩んでいくことになりましたとし、お付き合いをしていた時期を含めて10年以上たくさんの景色を一緒に見てきた彼には心から感謝していますと感謝を伝えたまた改めて振り返ってみても 本当に幸せな結婚生活でしたと振り返りこれからは良き友人として必要な時には協力し合っていこうと話していますとしたそして私としましてはより一層丁寧に地に足をつけて一つ一つのお仕事と向き合っていきたいと思っております変わらぬご指導ご鞭達のほどよろしくお願い申し上げますとしている 宇賀は立大卒業後2009年にテレビ朝日に入社し2019年からフリーアナウンサーに転身している以下はネチズンのコメントをまとめたものです破綻した婚姻から当事者を解放し再婚や自立の自由を保障することを目的に民法は離婚制度を設けています民法が定める離婚は 協議離婚は夫婦の間に離婚の合意がまとまりそれを戸籍法の定めるところに従い届け出ることによって成立します民法763条一方裁判離婚は民法の定める一定の離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ判決によって成立します民法770条 なお、離婚の約9割は協議離婚です多くの国では協議離婚が認められていますが裁判所の関与が要求されており日本のように離婚届けという用紙1枚で離婚が成立するという制度は稀です幸せな結婚生活なら離婚しないやろ改めて振り返ってみても本当に幸せな結婚生活でした 卒業みたいなコメントだけど結婚生活って学生生活と違うからねうまくいってれば卒業がないはず終わらせたということはそれなりの理由があるはず少し違和感を感じたコメントでした結婚して共に生活しないとわからないこともたくさんあるしこればっかりは仕方ないと思う 我慢の生活はいつかパターンするし時として辛い決断をすることは大切だと思います本当に幸せな結婚生活なら離婚する必要はないから最後の言葉は飾り言葉なのだと思うけどそこをつっつく必要はないと思うお互いに次の人生にリスタートで人生楽しんだ方が絶対にいいですよね子供が欲しかったのかなと思った。 見当違いだったらすみませんただ、女性には子供どもを産むタイムリミットがあるし、2人でも幸せだったけど、子供についての意見やタイミングが合わなかったのかなと、どちらかが責任を感じたり、ご本人が幸せな結婚生活だったと言っているなら、それをとやかく言う必要はない気がする。恵みといい この方、小川彩佳アナウンサーとか美人な人でも浮気されたり性格合わなかったりで離婚に行き着くこんな可愛い人たちなのにねと思うと凡人の私が日々疲れてもういや離婚したいと思うのは至極普通のことで旦那もそう思ってるかもだが日々の不満があるのも当然なのかと思えるよ今日からも家事育児で疲れ果てた。 皆さんもお疲れですまた改めて振り返ってみても本当に幸せな結婚生活でしたと振り返りこれからは良き友人として必要な時には協力し合っていこうと話していますとしたまあ本当に幸せなら離婚はしないと思うし友人に戻れるとも思いませんそんな割り切りできないいろいろあったのだと思いますが フリーアナウンサーとしてこれからも頑張ってください。